で、ご祭神はですね、月読みの御事になります。でそもそもですね、月読みの御事、左目から、アマテラス大御神が、そして右目から月読みの御事が、あの海でですね、こう禊をしている時にこう生まれてきたと。横にですね、ご神木があります。ものすごく素晴らしい、ご神木がありますので、こちらですね、ぜひ見てみてください。アレルヤ。はい、どうもチャンネルアリューです。今日はですね、三重県伊勢市にあります、豊受大神宮別宮、月読みの宮についてお話ししたいと思います。はい。で、このような感じですね、月の夜を見る、宮と書いて月読みの宮と、言うんですけども、実はですね、この伊勢市にですね、あの月読みの宮っていうのが、ね、もう一社あるんですよ。でそこと、また違いますので、お間違いのないように。でこちらはあの豊受大神宮別宮ということなので、まあ、いわゆる伊勢神宮の下宮のすぐ近くにある方の、月読みの宮ということになっております。はい。でご祭神はですね、月読みの御事になります。でそもそもですね、月読みの御事っていうのはどうやって生まれてきたかと言いますと、あの、まあ、イザナギの御事とイザナミの御事っていうのがいるんですけど、このイザナギの御事の、左目から、アマテラス大御神が、そして右目から月読みの御事が、あの海でですね、こう禊をしている時にこう生まれてきたということがありますので、左右なんで、これバランスなんですよ。左右のバランスになってますので、ぜひですね、この伊勢神宮お参りされる際はですね、この月読みの宮もあのお参りすることをお勧めします。はい。で、御朱印はですね、こんな感じですね。至ってシンプルですね。伊勢神宮系はもう御朱印がシンプルです。はい、このような感じになっております。で、ここですね、境内に入りますと、まずですね、手水舎がこう右手にあるんですけど、さらにその横にですね、御神木があります。ものすごく素晴らしい、御神木がありますので、こちらですね、ぜひ見てみてください。あの圧巻です。はい。で、正面ですね、まあ、拝殿があるわけなんですけども、ここはですね、ま、あの月読みの御事が祀られている、お社になります。でさらに右奥にですね、高河原神社という神社がありまして、ここに、月読みの御事の御霊、魂が祀られているというふうになっております。でさらにはですね、左奥に行きますと、こう大木がですね、雷に打たれたのがこう焼けたようなですね、跡の木があったりもします。これもですね、なかなか、真ん中にですね、石がこうあるんですけども、ここもあのエネルギーがこう出ている場所になりますので、そちらもあの行ってみられるといいと思います。はい。まあ、とにかくですね、この、まあ、太陽と月というバランスでもありますので、伊勢神宮行かれた際はですね、ぜひお時間あれば、この月読みの宮もご参拝することをお勧めします。はい、ということでチャネラーリュウでした。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今 LINE で友達登録キャンペーンをやっております。友達登録していただくと、不動明のパワー付き画像と、私がアイスランドに行った時に出会った太古の神様からのメッセージをプレゼントしております。友達登録は QR コードを読み込んでいただくか、詳細欄のリンクから友達登録していただきます。あなたの友達登録お待ちしてます。